皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。以前の動画で、久しぶりに大物のジャンクが手に入ったという話をしまして、まあシルエットだけお見せしてたんですけれども、それをまあ今回紹介したいと思うんですね。はい、よっと、はい、こちらですね。エキサイトというふうに出てますけれども、こちらはですね、横から見ると、はい、ここにちょっと境界線がありますけど、まあここに2つなんかくっついてて、こっちがドーンとでかいものになってますけど、まあこれは分離することができるので、ちょっと分離させてみましょうか。まずはこの2つが離れます。ポッと、はい、こちら両方ともスピーカーなんですけれども、はい、こちらはですね、はい、クラリオンの、XC5500 という、こちらのいわゆる PA システム、まあパブリックアドレスシステムというんですけれども、要は大勢の人の前で、なんかパフォーマンスをするとか講演をするとかいう時に使う、まあ、機械なんですけれども、まあ現代においてもですね、こういったパターンのものは作られていて、まあこれほど大きくはないんですけれど、でまあこの XC5500 なんですけれども、こちらはですね、まずカセットデッキとしての機能がありまして、それから、リズムコンポーザーといって、リズムですね、まあ、歌った時なんかにこうバックで鳴らすようなリズムを、こちらで、1、2、3、4、5、5つ搭載してまして、なおかつさらにギターアンプの機能もあります。それからマイクのチャンネルを、そのまあギターも含めて4チャンネル持ってまして、それらをこうミックスして、スピーカーから音を出すというような機能を持ってます。さらにまあこれ一応ラジオも聴けるようになってますね。ここにアンテナついてますので、はい、ラジオも聴けるということで、 PA システムプラス、まあ、ラジカセの機能も持ってるものですね。はい、でこちら1979年製ということで、また自分と同じための40年前の機械ですね、これね。はい、まあとりあえずですね、テスト的に動かしてみたいなと思うんですけれど、まずこの本体とスピーカーをつなぐケーブルなんですけれども、まあ本来、まあ一般的にはスピーカー線の専用線みたいなやつがあるんですけど、まあ、これは、ご覧のように、赤と白のコンポジットになっているので、まあ、スピーカー線が万が一なくても、まあ、適当なコンポジットのケーブルを使えば接続することができます。なので、まあ、こんな感じの、赤と白の適当な線を用意すれば、つなげることができます。はい、というわけでクラリオンの XC5500 なんですけれども、まあフロントパネルをこうパッと見ますとね、濃紺の、ヘアライン加工がしてあって、結構こう重厚感があってちょっとかっこいい感じですよね。でまあ操作系いろいろこうあるんですけれども、この下のところ、ここは左側が電池ボックスになってまして、単一をまあ10本使えば電池で駆動させることもできますね。はい、さらにこちらには、ちょっとしたスペースがありまして、まあ、ここにカセットとか、まあ、付属品とか、電源ケーブルとかこう収納しておこうというスペースになってますね。じゃあ何はともあれ、ちょっと電源入れてみたいと思うんですけれども、実はですね、こいつのジャンク理由が
通電するとわかります。はい、はい、わかりますかね。まだ電源オンしてないんですけれど、通電しただけで、このカッチャンカッチャンという、音が聞こえてきますけれども、よく見るとですね、カセットデッキのストップボタンが、引っ込んだり戻ったりして音が出てます。というわけで、まあ、こんな状態なんですけれど、一応エジェクトボタンを押すと音は止まるんですけど、まあ、これじゃあのカセットが再生できないですよね。湿ったとまた同じようにガッチャンガッチャンという音が聞こえてきまして、まあちょっと思い出したのは、去年、ハードディスクが壊れた時に出てきた、カチャコンカチャコンっていう音なんですけれどもね。はい、ともかくここは一応エジェクトをして止めれば音は消えます。で、電源ボタンがここにありまして、電源をオンします。これ電源入った状態 で今テープに切り替えがなってるんですけど、一旦、ラジオにしてみましょうか。異常に音が小さいですね。今これ音量マックスにしてるんですけども、音が入ってこない、どういうことでしょうね。一応ラジオ入ってるみたいですけど、音が異様に小さいですよね。これメインのボリュームをほぼマックスに上げてますけど、音が小さいですね。ほとんど聞こえないですね。かろうじて何かの歌声が聞こえるくらい。かすかにその人の話してる声が聞こえるくらいですね。じゃあリズムボックス機能をちょっと確認してみましょうか。じゃあロックで、まあちょっと音量音くらいにして、でスタートストップのボタンを押します。ちょっとリズムのテンポを上げます。まあ、ちょっとボリュームのガリがあってノイズが入ったりしてますけど、リズムボックスに関しては音がちゃんと出てますよね。じゃあマーチ、というわけでリズムボックスは OK ですね。で、まあ手元にギターはないんで、ちょっとギターの音は出せないんですけど、一応マイクはあるのでマイクを、つないでですね、これで音が出るかな。マイクのテスト中、はい、マイクは OK ですね。
てマイクのエコーをちょっとかけてみましょうか。一応エコーがかかったりかかんなかったり、やっぱりこのボリュームの音のガリが結構きついですね、これね。はい、さっきちょっとだけエコーがかかったんですけど、あ、はい、こんな感じでエコーもかかります。はい、でカセットなんですけれど、まあ最初もガチャコンガチャコンって言ってたのが、まあ途中からちょっと鳴らなくはなったんですけど、プレイをしてもうんともすんとも言いません。巻き戻しも早送りも効きません。はい、この辺の操作系が全く効かないのでテープもダメですね。はい、というわけでクラリオンの XC5500 の紹介だったんですけれども、まあこちらヤフオクで3000円で買ったものなんですけれど、まあもっと安く出てたものがあったんですけれど、まあそれも同じようにこうストップボタンがこうガチャコンガチャコン言うらしいんですけど、まあこれはちょっと機能的にあんまりよろしくない状態ですね。はい、まあ中をちょっと見てみないことにはどこがどう悪くなってるのかわかんないんですけど、まあとにかくこの、ボリュームのガリが相当ひどいのはわかりました。はい、これはまあ全てにおいて、まあ接点復活剤とかを使って、ちょっと調整しなきゃいけないなと思うんですけど、カセットのところも多分、中のベルとかなんかが完全に切れちゃってるんじゃないかなと思うんですね。で、さらにわからないのはこっちの、ラジオとかが全く音が出てこないんで、やっぱりその辺のところもなんかおかしくなっちゃってるという感じですね。はい、というわけでまあこいつも、多分修理に相当手間がかかるんじゃないかなと思うんですけれど、まあいずれですね、修理道具の方を作っていきたいなと思っています。はい、というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。